平成30年台風第7号は2018年6月29日に発生した台風。進路図6月27日頃にフィリピンの東の海上で形成した低圧部が28日9時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは28日17時30分に熱帯低気圧形成警報を発し、28日21時に 熱帯低気圧番号 09W を不安した。29日6時に、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、フロリダと命名した。29日9時に、日本の南の北緯20度0部、統計130度10分で台風となり、アジア名、プラピルーンと命名された。台風は、当初の予報よりもゆっくりとした速度で進み、2日には、久米島付近を通過。 その後東、シナ海を北上しながら九州北部に接近し、津島海峡を通過した後、四角時に日本海の北緯40度、東経134度で温帯低気圧に変わった。沖縄県南城市で最大瞬間風速秒速43.7メートルを観測し、同県阿国で7月の観測史上1位の最大風速秒速25.5メートルを観測した。 台風の通過に伴い、日本列島を覆っていた太平洋高気圧が後退し、北海道付近に停滞していた梅雨前線が南下したことや、台風から変わった温帯低気圧から梅雨前線に湿った空気が大量に供給されたことなどにより、台風が通過した後も、西日本の広い範囲で記録的な大雨となった。この大雨は死者200人を超える大災害となり、 7月9日に気象庁が平成30年7月豪雨と命名した。この台風の後にもたらされた平成30年7月豪雨による被害は含まれていない。ありがとうございます。